足早ビデオ。狩猟してんのかな。いただきまーす。これマッシュのかな。うん。どんどん取っちゃおうかな。美味しい。バターたっぷり。美味しいね。ちょっと待って。あ、バターいる。水なんや。うん。ボケボケしてる素材やから。素材？サワサギちゃん？サワサギ。おお。すごい。おお。上手上手。はい。あやちゃん。はい。いいね。うん。釣りできるかなここ。今のところなんか釣りっぽい人はいないな。ほとんどが大野さんのとこばっかしな、うん、確かにほとんどがなんかこう景色見に来た人が、うん、あ見て鳥ちゃん上見て飛んでるカモやすごいカッカ言いながら飛んではる何大野さんがやってるから大野さんコーナーや、ね、いいなあすごいポニーかななんてのどかな場所なんだThank you.
魚おった？釣れそう？釣れるぐらいのサイズでも。じゃあ行こうか。すげえ。すごいですね。でっか。これなんやろな。うわー。エヴァエンゲリオン初号機を置かせてる。これエヴァを積んでだけ？エヴァ積んでだけ？エヴァを積んで、こうガーって。ほんまはやっぱあれか、船を運ぶやつなのな。そうやと思うね。すごい。ここ船がほらダダダダダーンってある。かっこいい。かわいい。ってやるけ。キャメメプカプカしてるよ。なちょっと浅瀬でかわいい。浅瀬で遊んでるんや。浅瀬でプカプカしてはる。またあのちっちゃい子一匹だけ残ってる。見て、あ、きた、仕掛けできた。やってもらいました。やった。おー、じゃあこれからちょっとそっから投げてみる。足気ぃつけや。怖。結構勢いよくやらなかったかな。あの、おお、すげえ。いけた？ぽいぽい。これピンとあんのか。どれぐらい引かなあかんの？ピンってなるぐらい。もういけてるよ。これでいいの？で、ずっと待った。たまにツンツンって動かした。緊張する。おお。いけた。海藻が釣れました。お、すごい。海目の巣できた。や、獲物、海藻。餌付きです。素晴らしい。さあ、タクちゃんできるかな。おお、いけたいけた。ここにいとこ。おお。あ、いけたやん。すごい楽しいな。なんかおお、釣り人2人揃ってる。タクちゃんぽいで、もっと思っててもいいかも。めっちゃ懐かしい。いつぐらいにしてた？小学校とか？小中かな。あ、やばいやばい。釣れないね。釣りとは我慢との戦いです。なんて。釣りは町との戦いです。聞こえません。船に乗って行きたいな。まあ釣れると思うよ。そっちの方が釣れそうやんな。おにぎり、おにぎり食べる、食べよう。おにぎりタイム。おにぎり休憩をちょっと入れましょう。うん。おお、あやちゃん箸がかかろうとしている。V の形になってる。面白い。さあ、場所を変えて、今度はこっちで釣れるかやな。一回ぐらいは当たり来てほしい。
頑張れ、うん。登った。あら。よいしょ。諦めた。ルーやったんか、この子。ルーかな。ほんまや。一番やっぱなんかトップのところに一体いただりがちやな、うん。休憩してるかな。かわいい。この子めっちゃイケメンやわ。日が綺麗やわ。すごい。いい日見させてもらった。もう最後の夜だよ。なんか不思議な空やな。お願いします。あ、枝発見。あ、全部くっつったね。はい、じゃあこれ。はい。あとは夜ご飯食べるだけや。いっぱい切ったね、たくちゃん。もうトマト大好きなんでこのトマトの風味と魚がすごい合うんですよね。あ、お家でもよく料理するんですか？週2回ぐらいは、はい、僕担当なんで。おお。パスタとかですけど。えらい、はい、分担業。分担ですかね、やっぱり。まあもう本当に家事分担の時代ですから。初めてかもしれへんし。ないかも。ないない。だってこんなタイってほんま、何？お食い止めの時ぐらいじゃん、こんなの食べんの。え？お食い止め？お食い止めの時ぐらいじゃない？赤ちゃん、いろんな大きいの食べるかな、うん、お食い止めでこれタイ丸ごと出て、あ、そう？縁起いいものを口にちょんちょんってやるやつやろ。知らなかった。これこんな大きいの使うんだよね。まあ、もうちょっと小ぶりって思うけど。もう高いやつかな。これ何？ブラックアパッツァ用の貝の中にカニが、うわもう煮えちゃった。カニに何が入ってるの？かわいい。
住んでたかな、か食べられたのかな、か食べてたか、パリの形してる、香りがすごい。ちょっと豆腐っぽい匂いもする。ちょっとぼけた匂い。うん、うまっ。全然ちょっと。やばい。うまそう。すごい。あ、めっちゃいい匂い。いい香りする、うん。いい香りですね。もう貝でかっ。ね、一個一個の貝とトマトもすごいいい感じに。ね、ね、いただきますよ、ね。しかもこの鯛の、まず鯛の大きさがすごいね、これ。あ、やばいやばい。おお。乾杯。ソテー。ラストナイト。楽しむぜ。うん、すごい肉厚。おお、しかもあの染みてるあのニンニクの感じと塩とトマトもすごいアクセントになって。たけちゃん一生懸命釣ったもんな。うん、これもすごい釣るの大変だった何も釣って最後は市場前一番まで行ってどうですか。美味しい。美味しい。なんかあれやね、やっぱなんていうん、日本人やからさ、うん、ちょっと和のテイストも感じるけど、うん、でもやっぱりイタリアンっていうかその西洋のすごいミックスされてる感じ。でもトマトが入ってるからそう感じるんかな、オリーブとか。うん、めっちゃ美味しい。お酒合いそう。うん、いやもうほんま釣り頑張ってよかった。ほんまに。ボスやってんけどな。うん、いっぱい頑張ったもんな。うん、いっぱい歩いたな。うん。うん、おいしい。おいしい。バケット欲しいね。わかる。今後でパスタ食べるから。そっか。うん。お芋も？お芋も食べていいよ、もちろん。このチーズもめっちゃおいしかった。さっき食べたけど。あ、みんな、あの他のやつとか取りたいのある？ほんまや、生していこうか。うん。うん、おー、すごい。え、すごい。やばーい。おいしそう。いい香り。おいしそう。いい湯気。うわ、これ大好きなんですよ、アクアパッツからのパスタ。パスタ大好き、大好物。この出汁が、ありがとうございます。全部染み込んでんもんな。うん、たっちゃんちゃんとくるくるくるってしてるやん。くるくるっと。クリームもしい。うん、うまそう。すごい染みてる。染みてる。染んでる。うん、お、でも、いや、アクアパッツァ作った後から後に作ったから出る味の濃さとなんかいろんな出汁が効いて、パスタの今回ぶっかけにちょっと太いパスタ使ってるから、うん、楽しかったね。楽しかった。こんなお家で泊まれるって今回初めてやったからすごい楽しかった。最高。終わりです。もう最高でしたね。楽しかったね。楽しかった。まさかのこれとこれ2つ借りれる。そう、もっと人数多かったら3棟全部借りれるっていうやったと思う。だから10何人で泊まったりもできんねんて。すごい。5人で泊まりましたいや、なんかこう旅行でさ、うん、なんていうの、ホテルもいいけどさ、うんうん、こういう風にやっぱり家を借りて料理したり、みんな得意分野があるやん。料理できる人もおれば、うんうん、ね、なんか撮影できる人もおればっていう感じで共同作業。そうそう、ならより旅も楽しくなって、なんかみんなでちょっと疑似的に住んでるみたいなのを味わえていいなと思った、うん、やっぱりすごいさ、うん、広大な土地やからさ、ここが、うん、空気が美味しいよね。な。いや、次バカンスはここに1週間ぐらい、もう何もせえへん日とか作りたいな。2日はちょっともったいないぐらいやったな。もったいない。
じゃあ帰りましょうか。帰ろうか。寂しいけどね。でもなんか十分満たされたよ。うん、また来よう。でももうここには来ないかも。また次はお城とか泊まってみたいな。ちなみに、うん、ありがとうな。ここに日本人来たことあるって聞いたら、うん、初めてよって言ってた。そらねってなったよ、うん、第1号でした日本人。ありがとう。じゃあ帰りましょう。あ、たくちゃん。じゃあねー。バイバイ。